めちゃくちゃいい匂いする。10月に入りましたので、うん、ね、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、いろいろありますが、ね、いただきます。いただきます。はい、はい、いや久しぶりの動画ということで、ね、やっていきましょう、はい、今日はこちらをキノコを使った、はい、炊き込みご飯をですね、ほうほうほう、木材はキノコだけです。安丸出しでどこで美味しくなれるかちょっとやってみましょう、やってみましょう、はい、ね、じゃあ、はい、いきますか、はい、レッツゴー、はい、はい、じゃあ早速切っていきましょう、はい、切りましょう。キノコのいいところが、うん、簡単に手でほぐすことができるんですね。そうだね、はい、入れちゃいます。はい、切りましょう。で、ここで塩を塩少々ね、はい、一つまみぐらい。こいつをもうそのまま炊飯器に入れちゃいます。はい、はい、ということでお水入れてきました。今日いっぱい食べたいんで4合入れすぎたかな。安丸だしはパックのまんま入れても OK です。なので2合に対して1パックなので、今回4合なんで2個投入します。はい、さよなら。ちょっとでもちろん破って粉末をそのまんま使っていただいても結構です。で、そこにお好みで醤油で、みりん、ピュッと、ちょっとお酒を、料理酒を入れていこうと思います。はい、セットしました。炊けるまで待ちましょう。はい、めちゃくちゃいい匂いする。やばくないですか。うわー、これやばいね、これ。はい、できました。できちゃいましたね。お、具材はキノだけ。いいね、キノコさん、キノコご飯です。はい、いい色だね。いい色です。秋っぽいね。いただきます。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。何これだろう。めっちゃうまい。おいしい。やらかした。ああ、えぐい。えぐいね、ほんとね。え、もう醤油と、まあ、みりんとお酒入れたんですけど、うん、やっぱ出汁効いてますね。いや、いいね。うん、なんかこれね、余ったらさ、おにぎり。あ、そうや、そうですね、おにぎりですね、うん、で、お弁当に入れてあげたりとか、うん、そうですね、それ冷めてもめちゃくちゃ美味しいんで、じゃあ、はい、ちょっとゆっくり食べますか。そうですね、まずぜひ試してみて。パックで入れるだけで簡単にもう超絶うまい、もうまさに秋の企画、うん、やってみてください。やりましょう。チャンネル登録、高評価、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。